え、待って、ルーさん面白い、めっちゃおもろい、見て、来て来て来て、あ、オッケー、めっちゃ面白い、これめっちゃおもろい、面白いらしいぜ。待って、おもろいわ、これおもろい。ここに入れないようにされて、ジャンパー。おお新しいネタだわ。もういいな、ジャンパートラップ。やばない、行こうぜ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 。オッケー。えぇ、ー、なにこれ。ガバガバだったら、ね、ガバガバすぎるやろ、マジ。はいどうも、お疲れ様です。 TIE クランのルーでございます。はい、というわけで毎日私の動画見てる人、そろそろチャンネル登録よろしくお願いいたします。さて、今回はマスティフとピースキーパーの話なんですが、はい、まあ、タイトルにもある通り、実はキルするまでの時間で言うとマスティフの方がね、ピースキーパー理論上強いんですよ。これどういうことかっていうと、確かにマスティフは通常武器になってレート下がりました。ピースキーパーはあのレジェンダリー武器になってレート上がりました。はい、こんなに早い、こんなに早いんだけど、実はそれでもマスティフの方がレート早いんですよ。で、マスティフって一応近距離100入るでしょ？はい、2発キルでしょ？で、ピースキーパーも110、2発キルなんですよ。で、マスティフの方がレート早いんで、実はこれぐらいの距離で室内戦とかでマスティフとピースキーパーが同時にうわーって打っちゃったらマスティフが勝つんです。意外だったでしょ？一応比較動画載せておきます。はい、というわけでマスティフの方がはるかに速いんですね。ちなみにショットガンボルト3つけてますけど、ショットガンボルト2でもマスティフの方が速いです。そしてなんとショットガンボルト1でもマスティフの方がピースキーパーより速く倒せます。ただショットガンボルトなしやとピースキーパーの方が少しだけ速くなりますよっていう話なんですね。はい、で、マスティフの方が速く倒せる距離なんだけど、当然ですが100ダメージ入る距離がマスティフの方が、タイムトキルが速い距離になりますね。この距離まだ入りますね。この距離、あ、この距離はしんどいね。はい、ここまで離れるとピースキーパーの方が強いですね。100ダメージ入るんでね、絶対。あ、あれ意外と100入んないの。ただピースキーパーの方がショットガンの弾の判定とかが緩くなったりとか、集団率が上がったりとかで、まあ総合するとピースキーパーが強いはずなんで、あ、この距離100入りますよね。結構離れたんですけど、はい、100入りますよっていうことで、まあ当然少し離れただけでピースキーパーの方が強くなりますね。あとチョークもありますしね。チョークこれすごいんでね、結構このぐらいの距離でも、はい、がっつり入るんで、はい、まあ、総合するとピースキーパーもちろん強いんだけど、まあ、ほんまの近距離で喧嘩したら、まあ、マスティフ勝ちますよっていうね、まあ、意外な事実がありますっていう、そういう話ですね。で、この動画で何が言いたいかっていうと、じゃあマスティフ使いましょうとかじゃなくて、ちょっとマスティフ通常武器にしては強いんじゃねっていう、でピースキーパーレジェンダリーにしてはもっとマスティフより強くてもいいんじゃないっていうふうには思いました。まあ、なんで、まあ、マスティフとピースキーパーに関してはなんかもうちょっといい調整があるんじゃないかなと思いますね。はい、ちょっとマスティフ強すぎるよね。一応この前のパッチ、数日前のパッチでマスティフの出現率が下がったんですけど、まあそんなんじゃ効かないぐらいね、全然強いんでね、うん、まあもっと調整入ってもいいかなと思いました。はい、じゃあ本編どうぞ。多分ね、多分だけど、もしかしたら野良死ぬかもしれない。え、ボルトラッシュ弱くねって、あ、じゃあ、もう捨てたんか、敵。ナイス、ごめん、コク使ったかったね。いや、暇はなかったかもしれないが、だめ、野良が頑張ってくれてるわ。ナイス。いや、エヴァ、ボルトラッシュエヴァクソ弱えな、マジ。しかもこの野良、医療切ってくれた。お前、ええやつやんけ。謝ってほしいですね。お前ええやつやんけ、マジで。わかりました、ありがとうございます。お、いただきます。こんばんは。声とゲーム音とジャイアンの声大丈夫ですか？大丈夫ですか？ジャイアンのイケボーこんな感じか。ジャイアンのイケボー聞こえますか？キモおい、悪くて暴言だ、暴言。事実、ザ・ファクト、ザ・ファクト、事実、ザ・ファクトです。あの動画のカメラもすごかったよね。うん、キーボード正直で言わんでもええや、正直や。あ、ダブルタップ言えばいいすけりゃいいじゃん。大丈夫ですか？ナイフライフありました。はい、野田くんが、いや、普通に入ってきてるんだけど、下オラにバッテリーを分けてくれ。てか、セルね、セル。田中優。うん、それは知らん。中、一回普通いますね。
ありがとうございます。なんかすごいバチバチですね。スーパーぐらいいるんじゃないですか。一回いるからね、普通に。ちょ、上は野良が見てくれてるわ、多分。え、一回いたよね。一回いますね。一回のね、フライフライもう死ぬよ、これ。うわ、いっぱいいるがな。バスとライフラインがいる、一回。俺のこの体力、じゃポータル行くべきだと思いません？ポータル行くべきですね、これ。そうですよね。じゃあね、バイバイ。ここでいいかな。あー、ごめんねー。あー、新品のアーマーがあった。もう一回ポータルに入ってみる。いや、どうしよう。いや、これ行かない方がいい。いや、これ無理だよね。これ配送だよね。え、野良、ごめんのラク、お前を助けられない。仲間を復活させるチャンスだって、こう優しさのように見えて実は残酷よね。だって切断するなっていう。ああ、そっか。心もさせでもないんでしょ、きっと。ごめん。かわいい。いや、ダメでしょ、あれどう考えても。あ、無理っす、これ見捨てましょう。しょうがない、これは無理だ、すまん、もう無理だ、お前は無理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 、よく頑張ったよ、ガス掃除。え、ちょっと待って、切断せんのこれでも。ごめん、見てる、ごめん、切断せんねや、マジか、リスナーかな。ひょーとこー、いもるよ、いも太郎。あー、なるほど。ひょっとこいもるって意味わかんなくね。いや、とっとこ走りはわかんないけど、ひょっとこいもるは絶対ちゃう。絶対違うと思う。別にいいじゃないですか。絶対、ひょっとこいもるだけ絶対違うと思う。あ、コメント欄でこそこそいもるでよくないですか。あ、こそこそ、めっちゃ天才。めっちゃ天才ですね。うわー、近いなお前これ。一瞬帰るで。コーセックそこそこの名前やった。こそこそ、いもるよ、いも太郎。おー、いいじゃないですか。いやー、やばい、天才。そっちのコメントなんか。ミルダムのうちのリスナーのセンスがちょっと弱い。ダメです。ダメっすね。話にならない。お話、ね、お話にならない。こそこそ、いもるよ、いも太郎、すみこ、いもるよ、いも太郎。大好きなのは、門町ショットガン。いや、出来上がりましたよ、今ので。68ダメージ、レベル3アーマー、ローバ。あ、ローバ、クソダメージ入った。ランクマイモ太郎って面白いな。ランクマイモ太郎面白い。よしよっかな、フラグメントにおったけど、なんかもう、終わりそうやん、騎士。はい。あ、終わった。え、どっちも金じゃないの？え、どっち金これ？このテレビって何これ？やばくない？あ、間違えた！俺レブラントだと思ってここ使っちゃった。後ろいますよ。はーい。はいよー。え、一人やったの？ローバーとジーブ倒して別場来て二人ともやったん？すごいね。やってないやってないやってない。え？ルメさんがローバーとジーブやって、うん。あ、そっか。ごめん、ノラ、デュオのつもりやった。違う。そうか。何を言ってんのか。やばい、俺デュオやりすぎて頭おかしちゃってるわ。違いますよ。デュオやりすぎて。いますか。何におるか知らんけど。あ、あかんわ。あ、いますね。72ダメージ与えましたよ。こっから頭出しできるわ、俺。え、なんか当たらへん。なんで当たってない。俺も当たってると思うんだけどね、俺。手すりかな。わかんない、当たりなんてないの、あれ。一回、当たります。まあ、あそこにいるんだけど。あ、割ったよ、一人割ったよ。あ、割れそう、一人やれそう、ジスが手一歩で死ぬ。ダメか、逃げられた。クレバーが当たりません、助けてください。こう、交換しましょうか。え、やりそう、あと一発ジュースレベル4のやつ。行きますかこれ。あ、行く。これアクサだけでジャイアンあんのかな。ワンやり。あれ、なんで2人なの。
ブラハいなかった、殺したいな、そいつ。あれ銃を向けられてる、どうしよう、銃を向けられている、どこにいるんですか、これがわからない、僕も教えてくれればいいのに、 W 方向にいる、それもずるないW 方向にジブラルタラがクレーバーを構えている下方か、どこで陰キャしてんの、カジュアル芋太郎やカジュアル芋太郎、あっちがなかんの、あのさ、残念なお知らせなんだけどさ、はいはい、うん、マウスの充電が切れてるよね、ちょっと待ってくださいよ、うん、ちょっと早く、マウスの充電切れてると思うんですよね、これ、ちょっと、そんな悠長に言ってる場合じゃなくて、敵来ますよ、ワイヤードモード、ふーん、ちょっとちょっと短すぎてエイムできないんだけど、なんで、やば、何やってるんだ、ちょっと短すぎる、短い、ちょっとワイヤードはラウンドゲームできんから、ラウンド5収縮始まるまで充電終わらせてまたワイヤレスするわなるほどそんなきついことあります、きつくて、いやもう短くてさ、すごいよこれ、よっしゃもう外して、よっしゃこれで持つ、多分投資切れたらごめんやる途中で、うわいるわ、ここあっちに標的がいる、お前何やろ、手前にもらん、これこれ乗って知るんじゃね普通によく気づきましたね、はい、CA の10分一人ノック、おすごい、え、もう一人ノックやばくね、あ、クレーバーか、やばいっすね、クレーバー、ドーバーノック、あー、ルータコやばい、オクタン割りましたよ、まあ、結構みんなアーマーとか割れてますけど、これティブルトします、いやまあ大丈夫、なんか知らんけど当たらない、神のご加護で、なんで神のご加護で当たらない、大丈夫ですかそれ、なんかようわからんけど、神のご加護かな神のご加護で当たんねえよ、なんかそんなことありません、あ、ナイス神のご加護で当たらない、神は私を見捨てない、完璧に真に自分で完全に完全にね、俺を避けるように飛んできたからね。エーペックスのチャンピオンとなりました。多少業者ありがとうございます。暇させてごめんっていうところ。あ、切断しやがった。ふざけんな。